ホートン・スミスはアメリカ・ミズーリ州スプリングフィールド出身のプロゴルファーである。パットの名手として知られる。1934年に創設されたマスターズトーナメントで第一回大会の優勝者になり、2年後の1936年にも優勝した。他にも PGA ツアーで通算28勝、世界各国の国際試合で7勝を挙げ、プロゴルファーとして通算。 37勝を記録した名選手である。ゴルフクラブの一種であるサンドウェイジを競技大会で最初に使用した選手だと言われている。身長190センチメートルほどの長身でありながら、体重は70キログラムほどで、細身の体格の選手だった。良いゴルファーのポケットには、謙虚の2文字が隠されている、とは彼の言葉。ホートン・スミスは12歳からゴルフを始め、 故郷のミズーリ州スプリングフィールドにあるスプリングフィールドゴルフクラブでアシスタントプロとして技術を磨いた。プロゴルファーとしてトーナメントに参戦し始めた時期、スミスは自動車や電車、ボートなどを駆使して各地を旅行したことから水売りの放浪者というニックネームがついたという。1929年、スミスは21歳の時に PGA ツアーで 年間22試合に出場し、そのうち優勝8度、26度という成績を上げた。彼のベストシーズンであったこの年、10月に世界大強行が勃発する。スミスはボビー・ジョーンズなどと並んで、アメリカの大強行時代を生きたゴルファーの一人であった。1934年、ボビー・ジョーンズとクリフォード・ロバーツの提唱により、オーガスタ・ナショナル招待選手権という新しい、 トーナメントが創設され、この大会のために、オーガスタナショナルゴルフクラブが、ジョージア州オーガスタに建設された。第1回大会は3月22日から3月25日まで行われ、ホートン・スミスは、最終ラウンドで、クレーグウッドを1打差で振り切り、4アンダーパーのスコアで優勝を飾った。第二回マスターズでは、ジーン・サラゼンが優勝し、スミスは19位イに終わったが、 1936年の第3回大会で2年ぶり2度目の優勝を果たしている。スミスの他のゴルフメジャー大会成績は全米オープンで1930年1940年の3位、全英オープンで1930年の3位があった。選手引退後のスミスはアメリカ PGA ツアーで競技委員を務め、1952年から1954年まで、 ツアーの会長にもついたスミスは、生涯を通じて喫煙も飲酒もせず、節度のある、私生活を送ったが、比較的早い年齢で健康を害した。1963年10月15日に55歳で、成去した。没後27年経った1990年に、世界ゴルフ伝道入りを果たしている。太字は、メジャー選手権優勝出展。 This list is Toys Probably Incomplete. ありがとうございます。